は実際に殺人事件があり、地元では有名な心霊スポットとなっております。ん、なんか当たっ、ん、物が残って生活感ありますよね。ここは一体、え、なにこれ真ん中だけ、え、なんすかね、ここは荷物置き場になってるから、営業当時からもしかしたら潰してたのかもしれない、部屋を。殺人があったらそこ使わないよね、多分。ああ、そういうことですか。どうも、MTV です。カップルで殺人事件が起きたって言われてるラザホテルに行ってます。結構地元では有名らしくて、で、今見た感じでこういう風に草がすごい茂ってるんですけど、これを突破して何個か部屋があるみたいなので、そっちの方行ってみたいなと思います。なんだ、今扉閉める音みたいな、ガチャって近いっすね。今回も高木さん来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ってことで早速ちょっと妙な音が聞こえたんですけど、行ってみたいと思います。レッツゴー。 MTV、 これはえぐいね。かろじて建物が見えるくらいっていうか、他はつると草で。そうですね。で、まあとりあえずここ、はい、またいでいきます。はい。いやすごいな。名前ないけど、この中は何になってるんですかね。何ですかね。とりあえず中は入ってるんです。はい。うわ、物が残ってる。これもしかしてここのオーナーさんの写真か。結構色褪せてますよね。そうですね。こっちにも、あ、写真ですか。そっちの写真は娘さんかな。日本人には見えない。なんか、え、そうなんですか。日本人ではない。日本人。これ、あ、間違いない、ね、本当だ、間違いないですね。日本人じゃないんだ。1971年か。結構前、結構前ですね。40年くらい。今思いっきりカチンって柳が物が残って、なんか生々しいっていうか、生活感ありますよね。あっちの右の方行きます。はい、食器が綺麗。ちゃんと住めるよね。やばいっすね。音が鳴ったのがここですね。あ、ね、バチって。そうですよね。明らかに。まあここがその殺人事件があった場所ではないので、はい、もうちょっと奥、そこに触れていきたいなと思います。はい。反応してますね。何か。してますね。何、布？なんだ、白い。ちょっと行ってもらってもいいですか、そっち側は。はい、それですかね。服？ジャージみたいな。あ、え？ちょっと待って待って待って。ロック音が変わった今。奥の方について上に行って下に行ってんで。これを乗り越える感じですね。いやー結構すごいですよ。自分の身長と同じくらいですか。はい。なんだ、当たっ、なんだ。オーダーしたものを受け取る場所。はい。小窓ですね。はい。そこからちょっとだけ覗いてみます。はい。浴衣が
畳んで、うん、なんか積んであります。この中で、まあ、おそらくなんですけど、確かここ、はい、その男女のカップルがトラブルで殺人事件を、はいはい、まあ、それからといっては、もうここは有名な心霊スポットになってるっぽいので、はい、何か映ればいいなと思います。はい、最初オープニングの時ドアの音聞こえたじゃないですか。はい、さっきのとこもそうですけど、ここも扉開いてないっすね。開いてないっすね。閉まってましたよね。行ってみますか、とりあえず。行きましょう。蜘蛛の巣がかかってる時点で誰もいじってないってことですからね。そうですね。失礼します。お、うわ、染み一つない綺麗な。ここのオーナーさんの奥さんのものってことですか。綺麗のままここを物置として置いてんのか。はい、こんなに残してどっか行くってことあんのかな。いや、ないと思う。本当にあの照明とかもめちゃめちゃ新しいんですよ。なんなんだ、ちょっと変わった和風テイストなベッドですね。日本人じゃないとこも関係してるんですかね。ああ、確かに、うっすら浴槽が見えてる。あそこ浴槽ですか。あ、本当だ。中行ってみますね。はい。何これ、電動椅子みたいな。電動椅子、鏡に向いて置いてあるっていうか、なんかこう介護用みたいな。確かに介護用。体は悪かったのか、うん、何なのか。変わってるね、やっぱ。ちょっとここで機器使ってみます。はい。ここは特に反応がなさそうですね。こっちの方も。聞こえましたよね。バンバンバン。なんだ。扉、最初入ってきた時みたいな。そうそう、また扉のようだな。はい。ちょ、入り口の方見てみますか。はい。開いてないですね。開いてないですか。むしろ直でここで鳴ったっていうか、隣のような気もしますよね。ちょっと遠い音でしたね。ここから聞こえたんですかね。はい。あ、発狂して開いてるから、もしかしたら隣の部屋っていうことも間違いで、はい、であるかもしれない。隣に聞きますか。はい。いいですかね、もしかしたら。なんか、うん、ちょうどこ、あ、こちら辺から聞こえましたね。はい。今、取れてないですもんね、多分。はい。マックスまで行きましたよ。え？こいつ。マジですか。え、ここに着いた瞬間。そう、ここで。俺も取ってなかったです。すいません。いや、すいません。じゃあ、中入ってきます。はい。やっぱここも蜘蛛の巣が誰も触ってない証拠ですね。なんか車か。なんか歩く音。先からずっと。あのこっちのこのなんかコンクリート踏む音。そっちの外。はい。でもそっちは建物がなくて。あっち何もないですよね。ないですね。でもそっちからと、ドアの向こうから、ドンっていうような。入っていきます。はい。お、うん、え？え？ちょっとなんか、
変な言葉で言えば囲まれているっていう。うわ、なんか、なんかゾワってしまった。見てみますか。うわ、寒い。寒いっす。ベッドがあんなにはっきり残ってる。なんか使用感ないですか。布団剥いだところ。多分鳴ったとすればここら辺からはこういうような。あ、そうです、そうです、その音です。ここは一体。なんだ、岸の音、うん、鳴ってるね。なんか、ま、血のような。まあでも取り替えれる、はい、ますもんね、はい、ちょっとシーツ剥いでみます。とりあえず布団の中は何もない。普通に寝れそうなくらい綺麗なですね。なんかあんまり使ってない感じが。特に、うん、この綺麗な布団の下が、はい、少し古い感じが出ましたね。なんかめくったらカビっていうかシミ。え、何これ真ん中だけ。え、なんすかね。毛布が埋め込んである。なんか入ってこれ真ん中だけってなんで。いや、見たことないっす。いや、生臭いんですよ、少し。え、これ枕。え、なんで入ってんすか。空洞になって。え、どういう死体とか。いや、さすがにそれ生臭くないですか。ちょっと鼻見てもらっていいですか。いや、もう匂いなんかわかんないっす。鼻がおかしくなっちゃって。コロナじゃないですよね。すっげえ匂いが変わる。下に行けば行くほど。一回止めます。吐き気するような。ちょ、止めますよ。なんで真ん中だけ。とりあえず戻しておきますか。はい。まず機器でちょっと見ていきます。ここに誰かいたら反応させてみてください。誰かいたら近くに来てもらえますか。誰かいませんか。サーモグラフィーやってみます。はい。そしたら真っ暗にしてサーモを使っていきます。ライト消えたの見えます。はい、はい、今真っ暗な状態です。じゃあこっちお風呂場の方行ってみますか。はい。全然見えないですね。いや、真っ暗すぎてずっと見えないですよ。今サーモン止まりましたね。止まりましたね。サーモン止まってからこいつ話しましたね。真っ赤になりましたね。はい。特に何も映らないです。そうですね、特に温度変わらあんまり変化がないです。ベッドの方行ってみますか。はい。どうですか、自分だけですか今。はい。ここら辺もや、あ、さっきの、はい、特に何もないですね。ここも同じく自分20、21度。特に反応なかったですね。はい。今、まあ、全部で3部屋検証したんですが、特に反応っていうのはないんですが、一番気になったのはドアの音、あとは、うん、なんだ、鳴りっていうか、はい、まあ、鳴りはよくあることなんで、古い建物だったら、ただガチャンっていう音は風もないですからね。ないですね。
風もない中でガチャンっていうのとドアが閉まったままっていうか、はい、開いてたのが閉まったとしてもじゃあ何なのって話になっちゃうんで、そうですね、逆に動物が中にいて我々の声で外に行ったならドアが開いてるし、うん、それもなかったんで、まあ、それが不思議なことかなと思います、はい、でここに入るときは中からドンってこういうふうな音も聞こえたり、はい、後ろからバキバキって聞こえたりとか、っていうのもあったんで、さっきのところが逆になったらいいんですか、荷物置き場になってるから、うん、営業当時からもしかしたら潰してたのかもしれない、うん、部屋を殺人があったらそこ使わないよね多分、あそういうことですか、なんかちょっと考えれるな、そうですね、で一箇所目のとこには定点を仕掛けたのでこれから回収して戻ろうと思います、はい、おびっくりした、部屋の中は電気ついてるかと思った、あ定点のライトですね、えなんか今キャーって聞こえますよ、えあっちからキャーって多分こっちじゃないですか、あこっちからキーってそうですね、最後音鳴らない最後ちょっと音入んないですけど無音ですよ、何にも他のは大丈夫ですよね、他のは確認しましたけどですよね、今確認して急遽今カメラ回してるんですが、最後の本当最後の一番最後ですね、定点回収、なってないですもんね今他の動画はちょっと今、はい、流してもらって、これ定点回収前、普通に音鳴ってるもんね、えー、いいんだ早く帰りましょう、怖い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 、はい